ボリス・バシーリエビッチ・スパスキーは、ソビエト連邦生まれのチェスプレイヤー。チェス世界チャンピオン。レニングラード出身。1955年、アントウェルペンで開催された、世界ジュニアチェス選手権で優勝し、インターナショナルマスターとなる。同年、初出場した、インターゾーナル戦で7位同率となり、翌年の挑戦者決定戦への出場権を手に、 入れると同時にグランドマスターとなる。1966年初めて世界チャンピオンへの挑戦者となる。この時は当時のチャンピオンチグランペトロシアンに敗れたが、1969年2度目の挑戦でペトロシアンを破り、チャンピオンになる。1972年、レイキャビークでの世界チェス選手権でボビーフィッシャーに敗退し、出感 1975年、フランスに亡命し、フランス人女性と三度目の結婚。2009年、フランス在住当時のスパスキー。2006年10月1日、サンフランシスコで公演中だったスパスキーは、軽い脳卒中となった。復帰後の最初の大きな試合は、2007年4月に行われた、ハンガリー人グランドマスターラヨシュ・ポーティッシュとの対戦であった。 2010年3月27日、73歳となっていたスパスキーは、ワシリー・スミスロフが死去したことに伴い、存命中では最高齢の元世界チャンピオンとなった。2010年9月23日、チェスベースが発表したところによると、スパスキーは、以前のものより、深刻な脳卒中に見舞われ、左半身が不随となったとされた。その後、彼はフランスに戻り、 長期間のリハビリテーション生活に入った。2012年8月16日、スパスキーはフランスを離れ、紛糾した状況の中で、ロシアへ戻り、その後は、モスクワのアパートに住んでいる。2016年9月25日、タリメモリアルのトーナメント開会式において、スパスキーはスピーチをした。彼は、ミハイルタリについて、 極めて輝かしい記憶の数々を持っていると述べ、第15回チェスオリンピアードの時の逸話を紹介し、ボビー・フィッシャーとミハイル・ボトビニクの対戦において、封じ手をソビエト側がどのように分析していたかを語った。チェス24の報じるところでは、スパスキーは元気だったという。ありがとうございます。